今スポーツにできることリレー、ともみむせんぎさんからバトンを受け継ぎました。エディオン女子陸上部競歩の藤井奈々子です。東京オリンピックが1年延期となりましたが、一刻も早く事態が収束し、心からスポーツを楽しめる日々が戻ってくることを祈っています。今回私がご紹介するのは、毎朝朝食に食べているヨーグルトです。では作り方をご紹介します。まずは蜂蜜、きな粉、ヨーグルト、お好みで好きなフルーツ、今回はバナナを準備しました。まずきな粉と蜂蜜をヨーグルトに加えます。加えたらしっかりと混ぜます。混ぜ終わったらバナナをトッピングします。バナナを入れたら完成です。一口食べてみます。とても美味しいです。私はこれを毎朝食べて腸の調子を整え、免疫力を高めています。とても簡単にできるので、皆さんもぜひ試してみてください。届けスポーツの力。これでダイヤモンドアスリートリレーはフィニッシュです。大変な時期ではありますが、みんなで力を合わせて頑張っていきましょう。ありがとうございました。